守りたいから私は飛ぶはずだったんだけどな。ネウロイいつやってくるんだろう。あの大人気シリーズストライクイッチーズの最新作。いつもと違うシュールでほのぼのとしていて、そしてどこかがおかしい最前線日常漫画をアニメ化、ストライクイッチーズ501舞台発信します。4月9日から放送&配信開始。宮藤よしか発信します。